三種類の水体細胞の核波長に対する感度を示した図。これらの感度の差が人間の色覚を生む。不可能な色は通常色覚と定義づけられるような様々な波長と強度の可視光線の組み合わせからなる光によって知覚されるような色ではないものの、ある条件下で見ることが可能な想定上の色である。不可能な色には大きく二つの種類が存在する。 人間の網膜を構成する3種類の衰退細胞が通常の可視光線のスペクトルでは刺激し得ないような組み合わせの値としてそれぞれ反応を示した際に知覚される色。脳の視覚やによって両目や片方の目の複数箇所の色覚を処理した結果として知覚される色。例えば右目で青、左目で黄色を見た時に見える色。 CIE1931 色空間の色図。黒枠の外の白い領域がイマジナリーカラーに対応する。イマジナリー、カラーとは通常の環境下でいかなる光のスペクトラムによっても生み出すことのできない水体細胞の反応量の組み合わせに対応する色空間上の点として定義づけられる色である。したがって物理的に存在する物体はイマジナリーカラーを持ち得ない。 M 水体が感度を示す波長領域は S 水体や L 水体のそれと重なり合っている。従って M 水体が反応する波長の光は S 水体や L 水体に対してもある程度の刺激を与えることになる。従って一種類の水体細胞だけに刺激を与えるような波長や分光分布は存在しない。 しかし仮に、M 水体のみが反応を示すような場合があったと、すれば、脳は、物理的に可能な緑よりも、より鮮やかな緑を知覚することになる。そのような光は、可視光のうち、赤や青といった緑以外の波長領域が、負の値となるようなスペクトラムを持つということを意味し、実際には、不可能である。そのような、超緑は、 例えば CIE1931 色空間の色度図上においては緑色のついた領域のさらに上側の領域として定義づけることができる。図左側のファティーグテンプレートを20から60秒ほど見つめた後、右側のターゲットフィールドを見ることで不可能な色を残像として感じることができる。カイメリクルカラーとは鮮やかな色を衰退細胞が疲労を起こすまでじっと 見つめ続け、その衰退細胞の感度が変化した後に著しく、異なる色を見た時に感じる色である。例えば、原色を見つめ続けた後に白を見ると、その反対色を残像として見ることができる。キメラ色は、片目でも、両目でも見ることができ、実際には、不可能な謎の色の組み合わせを同時に近くできるようなものを言う。キメラ色には、以下のようなものがある。 二つのマークをステレオグラムの要領で重ね合わせると黄色い青を見ることができるジョーズと同様に赤い緑を見ることができる。ありがとうございます。